山川一志12月20日から1958年3月23日は、在野の経済学者で、社会主義者、社会運動家、思想家、評論家、老農派、マルクス主義の指導的理論家であった。岡山県久保屋郡倉敷村麻城のうちに生まれる。同志社人情中学部に学び、新島城や柏木義園だから影響を受ける。同志社を中退して上京。 1900年、森田優秀らの友人と語らって発行していた雑誌、青年の福音に掲載した皇太子の結婚事情について書いた論説、人生の大惨劇が不経済に問われ、重金固刑を受ける。これは不経済が適用された最初である。出国後、一旦は暮らしきに戻るが、再び上京。1906年に、坂井敏彦らの日本社会党に、 入党、日刊、平民新聞にも参加し、社会主義運動に加わった。1908年には赤旗事件で入国し、国中で大逆事件の法を聞く。出国後、一時故郷で薬局を開業するも、再三状況し、社会の売文社に入社。社会主義冬の時代を、評論活動でここをしのぐ。1917年に、ロシア革命が起き、 世界革命を目指すロシア共産党は1919 19年にコミンテルンを設立、各国に支部を作っていく。同年に山川は山崎ケサヤより社会主義研究を引き継ぐ。1921年4月に坂井敏彦、近藤英造、橋浦時夫、渡辺光さん、高津正道らと共に東京で日本共産党準備会を秘密裏に発足。 8月頃には、水曜会を設立する。翌1922年1月、学術研究史の掲裁をとっていた、社会主義研究が新聞司法の規定により、時事評論を掲載することができなかったため、当局に保証金を納入し、田所照明、上田茂木、西正浦とともに、時事評論史として、前衛を創刊した。同年7月15日には、 日本共産党が創立されるとと、総務幹事となる。日本共産党は、同年11月のコミンテルン第4回大会に、代表を派遣して、コミンテルン日本支部として、正式に承認される。山川は、無産階級運動の方向転換などを発表、大衆運動との結びつきを重視する、方向転換論を提唱した。しかし間もなく、回答論の中心となり、 1924年に共産党は一旦解散する。その後、福本和夫の提唱する党建設重視の副本、イズムに基づき共産党が再建されたが、これに距離を置き参加しなかった山川は、日和り主義者、回答主義者として共産党主流派から厳しい批判を受けるようになった。これに対し山川は、堺荒畑乾村、 井のつなおらと1927年に老農を創刊し、共同戦線討論を展開する。1935年、神奈川県村岡村に借地を手に入れ、翌年妻と共に転居し、うずらの飼育施設を設けて、生計を立てるようになる。1935年の時点で、マスコミからは山川が分泌を捨ててうずら飼育を始めるという行動がなされ、 これに対して山川は、天候上昇者の手記を発表し、自らの立場を述べた。1937年、人民戦線事件で検挙。戦後の1946年に、三浦哲太郎や石橋丹山らと、民主人民戦線を作り、民主人民連盟委員長となるが病気で、活動できず、社協両党の対立を解消できぬまま連盟は、運産無償する。その後は、 社会党三派の理論家として活動し、1951年に社会主義協会が発足した際には、大内氷栄と共に代表を務めた。山川は、高坂逸郎らと共に社会主義協会において非武装中立論を解き、この理論は日本社会党に強い影響を与えた。しかし、山川の非武装中立論は、衛生非武装国家を施行したものではなかった。 山川は日本が復興する間のみの非武装といただけでソ連の脅威を十分に認識した上での将来的な武装を認めていた。ハンガリー動乱に際してもソ連を批判した。しかし講座から新相派はソ連、社会主義陣営に組みする立場からソ連の脅威に目をつぶり、非武装中立論を日本が社会主義陣営に立つまでの手段であると解釈を変更した。 1958年3月23日、水臓癌の試し去、77歳没。1908年5月、愛知県、藤川村出身の大菅里子と結婚。1908年6月に起こった赤旗事件で、山川、里子と共に入国し、里子は1913年に美容没した。1916年、青山菊江と結婚。菊江は、 戦後、片山内閣の下で労働省の初代、婦人少年局長に就任した。井上参戦文家、清兵衛清兵清兵清兵岐子、茂太郎都市吉、清兵吉江、紀平密造官藩三郎、孝太郎、清材門智高史、清兵智高史裏、人志、山川人志、無産階級運動の方向転換、 ありがとうございます。